バフルール・ローディは、北インドのデリー・スルターン・アサ、ローディ・アサの君主。バフルールは、アフガン系、ローディ族のサルダールであった。デリーでは、デリー・スルターン・アサのサイード朝が統治していたが、君主ムハンマドシャーは政務に励むよりは、自堕落な生活を好むようになった。そのため、数人の貴族たちが政治を進めるようになり、ある時には、マール・ワー・スルターン・朝の君主マフムードシャーに、 デリーを制圧するように求めた。ムハンマドシャーは陰謀に気づき、当時、パンジャーブのみならず宮廷でも、勢力を増してきたアフガン系、ローディー族の族長バフルールのハイカーアフガン系貴族らに、マールワーとの交渉を頼んだ。ムハンマドシャーは、バフルールを、自身の、息子と呼び、とても重宝したことで知られる。1445年、ムハンマドシャーが死亡し、その息子、 アラウディーン・アーラム・シャーが後を継いだ。だが、彼は、父親よりも怠惰な人物であり、そのため権力は最小に握られた。一方、アーラム・シャーの即位までに、パンジャーブを支配していた、バフルールは、1451年4月に、秩序の乱れたデリーを占領し、最小を罷免、投獄した。また、デリーの貴族層を味方につけた後、バダーウーンにいた、 アーラムシャーに手紙を送り、その名でデリーするターン朝を統治したいと申し出た。だが、アーラムシャーはバフルールを自らのニートし、すでに自分は政権を譲り渡したとして退位する旨を返信した。こうして同月19日にバフルールはデリーで即意識を上げた。ここにサイード朝は滅び、新たにアフガン系のローディ朝が成立した。一方、 アーラムシャーは1478年まで年金生活者として暮らした。バフルールはサイード町の時代に弱体化したデリー・スルターン・アサの回復に努め、主要な行政官のみならず、軍の交換、主要分与地にもアフガン人を配置した。しかし、サイード町の貴族たちは、こうした行動に憤慨し、ジャウンプル・スルターン・アサの君主マフムードシャーに、デリーを制圧するよう要請した。 マフムードシャーはこれに乗じてデリーの清掃に介入し、ローディーやサガジャウンプルにとって大きな脅威となる前に牽制しておく必要があると考え、この要請を喜んで受け取った。また、マフムードシャーの日だったサイード朝出身の王女も自分の正当な財産が失われるのを恐れて彼に同様の進言をした。こうして、 27年にわたるジャウンプルとローディー・アサとの戦争が始まり、それがバフルールの知性の大半を占めた。ジャウンプルはローディー・アサよりも財力、兵力面では豊富だったが、それらを上手に利用することができず、ローディー・アサの方が次第に有利となった。長く続いた戦いの末、1479年にジャウンプルの軍勢が首都デリーを攻撃したが、ローディー・アサは耐え抜いた。 そして逆にジャウンプルに反撃し、その首都ジャウンプルを落とし、征服することに成功した。この地には総督として息子のバールバクを任命した。デリーのバフルールローディ病だが、1489年7月12日、バフロールロディは別の軍事行動からデリーに戻った、後死亡し、戦争に費やされたその生涯を終えた。あと、息子のシカンダルローディが次、 彼の時代にローリアサは全盛期を迎えた。ありがとうございます。